南アフリカ共和国全図。ワインの主要生産地は国土の最南端の西ケープ州。南アフリカ共和国のワインは南アフリカ共和国産のワイン。17世紀にオランダが南アフリカで最初にワインを作り、その後フランスが技術をもたらした。18世紀末のイギリス進出に前後してヨーロッパへの輸出が盛んになった。 1973年にワイン法が制定され、アパルトヘイトからの解放以降は、停滞していたワイン産業の近代化に取り組んでいる。20世紀末には、世界の主要ワイン生産国であり、2000年前後に、ワイン生産量が、世界10位前後で推移している。2000年の生産量は694万9000ヘクトリットルで8位。ケープタウン周辺の気候は、 地中海性気候であり、それにより、ブドウの発育が良好である。南東からの風は、ブドウの腐敗とうどんこ病を防ぎ、ケープドクターと呼ばれる。この風は若木を枯れさせるリスクもある。気温が高く乾燥している、生産地では、灌漑を行う場合がある。ブドウ栽培地の大部分は、西ケープ州にある。よく知られる、原産地は、ステレンボッシュと、パールで、 ワインランドと呼ばれる。1652年に、ケープ入植をした、オランダ東インド会社の初代総督、ヤンファンリーベックは、1655年、ブドウの苗木を植え、最初のワインは1659年に作った。1659年2月2日のヤンファンリーベックの日記に、神を称えよ今日、ケープのブドウが初めて絞られたとある。 その後1689年、当時の総督シモン・ファンデル・ステルがテーブル山の山麓のグルートコンスタンティアで750ヘクタールのブドウ畑を開拓した。同時期、フランスから亡命してきたキリスト教という具能のブドウ栽培者たちがケープ地方に定住し始め、フランスの栽培技術を伝えた。1778年にはデザートワインのコンスタンシアが誕生し、 ヨーロッパ貴族らの間で名城ワインとして人気を博した。19世紀に入り、南アフリカワインは盛んに輸出されるようになった。ヨーロッパでナポレオン戦争が起きると、フランスワインの輸入が不可能になったイギリスとヨーロッパ各地は南アフリカのワインを輸入した。1861年、イギリスとフランスの国交回復によりワインの保護関税が撤廃され、 重要な輸出先であったイギリスへの南アフリカワイン輸出は低迷した。1866年、フィロキセラの被害が南アフリカに及び、コンスタンシアを含む多くのワイナリーが断絶して、ブドウ畑は危機に瀕した。ボーア戦争もまた、ワイン産業を低迷させた。1910年に、アメリカ合衆国のブドウ内儀を導入し、フィロキセラ科のブドウ畑は復活したが、 その後は過剰生産に陥った。この頃、南アフリカ産の上流酒が飲まれるようになっていた。1918年、政府はワインの過剰生産抑制と価格安定を目的に KWV を創設した。KWV はすべてのケープ産ワインの市場と価格を統制した。1925年に、ステレン・ボッシュ大学のアブラハム・アイ・ペロルド教授は、 KWV の支援を受け、武道品種、ピノ・ノワールとエルミタージュを交配して、ピノタージュを開発した。1950年代、KWV の監督で高品質ワイン作りの取り組みが始まった。1973年、ワインその他スピリッツ類の管理委員会が発足、また、原産地故障制度ワインオブオリジンが設立された。1991年に、 アパルトヘイトは撤廃され、1994年のネルソン・マンデラ政権下でワイン輸出市場が開放された。1998年、経済制裁等で市場から閉ざされていた間の遅れを取り戻すために、KWV が民営化され、2002年に完全な民営化となった。KWV は1992年まで新しい畑の開墾を制限し、 ワイン生産者の不法行為を招いていた。2004年、西ケープ州のフィンボスと呼ばれる、植生地域が、ケープ植物区保護地域群の名で、世界遺産に登録され、南アフリカワインのほとんどが、その保護地域内にあり、ワイン業界としては、BWI を設立した。2010年からは、一歩、南アフリカワイン協会、生物多様性、ワインイニシアティブによる、 共同のプロジェクト、グリーンラベルが開始した。農務大臣に任命された委員で構成する、ワインスピリット委員会が、地球に優しい技術で生産する、南アフリカワインにグリーンラベル認定をする。西ケープ州のリージョン。ケープ半島の北側はテーブル湾、東側はフォルス湾、さらに東はウォーカー湾。1973年、 南アフリカ共和国政府は EU 法に対応する原産地故障制度のワインオブオリジンを設置した。その制度のもと原産地は英語で区分される。レギオンと呼ばれる最も大きい原産地区分の中にディストリクトがあり、その中にワードがある。リージョンに属さないディストリクトやワード、リージョンとディストリクトに属さないワードもある。 原産地は順次認定されている。リージョンは4つあり、コースタル、ブリードリバーバレー、オリーファンツリバー、クラインカルーである。4つのリージョンとその周辺の原産地は西ケープ州に含まれる。いくつかの原産地は北ケープ州にある。その他、クアズール・ナタール州で生産される。2007年現在の主要なブドウ品種。ありがとうございます。